皆さんこんにちは、白川美月と申します。今週もパッケージ新作ゲーム紹介コーナー、白川の電脳遊戯速報、今週もそのお時間がやってまいりました。今週はどんなゲームが発売されるのか、早速9月19日から9月25日までに発売されるコンシューマーパッケージタイトルを白川と一緒に見ていきましょう。ディオフィールドクロニクル。これは伝説となった傭兵団の記録。盤面で描かれるのは過去の遺構か現在の勝利か。独特のグラフィック表現で彩る重厚なストーリー。新たに提示する奥深く戦略的なリアルタイムタクティカルバトル。豪華スタッフが集結し、新たなシミュレーション RPG を創造します。本作はファンタジー、中世、現代を融合し独自の世界観を構築した美しいグラフィックと斬新で奥深いリアルタイムバトルシステムが特徴の分岐ものシミュレーション RPG です。状況を判断し、各部隊の特徴を活かしながら的確に命令を出すことで戦闘を優位に進めることができるのがバトルの特徴。クラスや装備する武器によって異なる様々なスキルを駆使しながら敵を撃破し、ミッションを遂行しましょう。太鼓の達人、ドンダフルフェスティバル。一人でも、みんなでも、太鼓でとことん遊び尽くそう。今回の舞台は、太鼓の世界がギュッと詰まった町、オミコシティ。相棒のドンちゃんと、オミコシティで出会ったクモキュンと一緒に、太鼓マスターを目指そう。収録曲は、グレンゲ、フィールスペシャル、夜にかけるなど、76曲を収録。苦手な部分は上達サポートで繰り返し練習してスキルアップ。オンラインランクマッチでは世界中のプレイヤーと演奏バトルを楽しめます。他にも4人でライブの成功を目指すドンちゃんバンドや、おもちゃでデッキを組んで演奏バトルを楽しむドンカツおもちゃ対戦など、みんなで遊べる新モードも搭載されています。ネクラムンダ・ハイヤードガン。疾走感あふれるバイオレンス FPS。 血塗られたネクラムンダの均衡を保つため、冷血な傭兵となって犯罪と腐敗に満ちた世界を進もう。稼ぎは上々、犬は忠実、そして銃は頼りになる。しかし君はこの鮮烈な戦いの中を生き延びられるだろうか。ネクラムンダ・ハイヤードガンは疾走感あふれるスリリングかつ激しい FPS ゲームです。悪名高いギャングたち、異端者、ミュータントたちを始末するには適切な装備と強化が必要になります。装備を様々にカスタマイズして身体能力を高め、壁を走り縁を飛び越えましょう。グラップリングフックを使えば、アンダーハイブの巨大な工業地帯を俊敏に移動することも可能です。自分に合った方法で狩りをしましょう。ノープレイスフォーブレイバリー。本作はハイクオリティのビジュアル、心に響くサウンドトラック、緊張感のある戦闘が特徴の 2D トップダウンアクション RPG です。主人公ソーンは悪夢に悩まされる退役軍人。失踪した娘の手がかりを見つけて以降、体が不自由な里子ミドと食材の旅を続けています。行く手を阻む敵との残忍な戦いに勝利し、この世界に生きる様々な人と出会って選択を重ねながら先に進みましょう。娘を救うだけでなく、ゾーン自身の野望をどこまで実現できるかはプレイヤーの手にかかっています。ハイペースな戦闘とパリーが特徴の本ゲームは、赤老などのソウルライクゲームからインスパイアされています。一歩間違えれば命取り、プレイヤーは常に死の恐怖を感じながら戦いに挑むことになるでしょう。無限戦士バリスコレクション2。君と優子の冒険はまだ終わらない。伝説の美少女アクションゲーム復活第2弾。無限戦士バリスシリーズは、1986年にパソコンゲームとして発売された横スクロールタイプのアクションゲームです。セーラー服&ビキニアーマー姿の女子高生が魔物と戦うという独特の世界観と、しっかりとしたアクション性、ストーリー性が多くのゲームファンの心を捉え、多くの続編制作や多機種への移植化された人気シリーズです。発売から35年を超えた現在でも、国内外に熱心なファンが多く存在します。そして今回は、以前紹介させていただいた無限戦士バリスコレクションの続編が登場。今作では復刻を望む声が多い、バリス4、SD バリス、無限戦士バリスの3タイトルに加え、バリスシリーズの原点である
MSX 版無限戦士バリスの収録。バリスファンのみならず、レトロゲームファン必見の一本です。前作で好評だったサウンドモード、ビジュアルモード、巻き戻し機能といった機能は今作でも搭載しつつ、この他のメニューも細部をブラッシュアップ、より遊びやすく快適なプレイ環境を整えてお届けします。いかがだったでしょうか？今週は様々なジャンルが揃っていましたね。普段プレイするジャンルが決まっているという方が多いかと思いますが、まだプレイしたことのないジャンルで気になるゲームが見つかれば、動画をきっかけにぜひプレイしてみてください。来週の電脳遊戯速報もぜひ、チャンネル登録と通知をオンにしてお待ちいただけますと幸いです。ということで、今回はこの辺で。またお会いしましょう。白川美月でした。